ことなチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、いっちょです。今日はですね、前回の動画で、早速ですね、秋のコーディネートいろいろ組んでみたので、秋のコーディネートを5スタイル、ご紹介させていただきました。まだ見てない方はよかったらそちらの、動画先に見ていただきたいんですけども、今回はその動画の続きとして、また5スタイル分のね、コーディネート組んでますので、そちらのコーディネートをご紹介していこうかなというふうに思います。まあ、プロフィール僕の簡単に、ご紹介しますと、今古着屋のバイヤーをやっていて、あとスタイリストの、活動もしてます。で、身長が170センチ、65キロ、あと年齢が33歳っていう感じになります。まあなんか年齢近い人だったり、まああと、まあ、こう、なんつうんだろうな、体型が近い方だったり、服の趣味が、似てる方なんかは、秋のコーディネート参考になるかなと思いますので、まあぜひ今回のコーディネートも参考にしていただけたらというふうに思います。それでは早速、コーディネートをご紹介していきたいと思います。どうぞ。本日のコーディネートなんですけど、本日も、ちょっとあいにくのねお天気ということで、最近雨続きだね。雨続きですね。なんでちょっと雨の日コーデにしようかなと思って、前の雨の日も確かアイユーズドのこのアノラックパーカー着てたんですけど、前回はブラウンだったんですけど、今回はあのお店にまさかのパープルも入荷したので、ちょっとこの紫のアノラックパーカーも着たいなと思って、僕アノラックパーカーすごい好きなんで、ちょっとアノラックパーカー入荷すると着たくなっちゃうんですよね。ということで、まあ、こちらの紫のアンユーズドさんのアノラックパーカーを主役にコーディネート組みましたっていうのと、あとそう、今日ねちょっと髪の毛があのいつも下ろしてるんですけど、今日雨で結構前髪がもうねなんかいい感じにセットできなかったので、上げたっていうこともあって、ちょっとスポーティーななんかスタイルにしようかなと思って、なんか下ろしてるとね結構モードなスタイルとかできるんだけど、上げると結構スポーティーな雰囲気になるんで、まあこうそういった意味でもこのアノラックパーカー選んだ感じです。でパンツなんですけど、こちらですね、スーパーノバさんのスラックスを合わせました。まあこのなんか紫とブラウンのこのちょっとブラウンでも綺麗ななんかクリーミーなブラウンの色味で、このブラウンの色味がまあこの紫と合わせた時にすごい可愛いなと思って、こちらのパンツ選びました。これもコドナのお店の商品ですね。それから足元、こちらですね、昔あの購入品紹介でもご紹介しましたけど、ニューバランスとオーラリーのレザーのスニーカーですね。これ久々に履きました。やっぱ可愛いよね。本当はね普段だったら多分この色合わせだったらブラウンの靴でちょっとダークブラウンぐらいの色で締めるんだけど、今日はなんとなくちょっと気分的にベージュで抜いてみました。でポイントとしては、今日靴下がペアでなかったんで、ソックスがあのこんな感じで紫とブラウンなんですよ。で今日の服紫とブラウンなんですよ。おお、そうだよね。まあ、この靴下は狙ったわけじゃなくてペアでなかったからもうこれを履いて、でこれに合わせてちょっと実は紫とブラウンで合わせたみたいな、ちょっとトリッキーなコーディネートになりますということで、本日のコーディネートもご紹介させていただきました。はい、本日のコーディネートになります。本日のコーディネートはコドナに、入荷したこちらのシャツ、主役に使いました。こちらがソーイの、まあなんだろう、シャツコットになるのかな、ちょっとモッツコートみたいにウエストもここに、絞りがついてるタイプのロング丈の、まあ、シャツコートになります。結構素材は薄手のちょっとシャリッとした、素材感で、まあ、ロング丈ということ でここに絞りがついているので、かなり珍しいアイテムかなと思ったんですけど、まあ、このアイテムせっかくね入荷したからちょっとコーディネートに使ってみたいなと思って、こちらを、主役に使いました。
でパンツはですね、まあ、ちょっとこのねシャツの色味がかなりヌーディーなベージュの色味だったので、なんかユニセックスな雰囲気作りたいなと思って、こちらオーラリーさんのなんていう色だろうね、グレイッシュグリーンっていうのかな、まあ、ちょっと曖昧な色味なんですけど、この色味のスラックスぐらいをこのベージュと合わせると、まあちょっとこうフェミニンな雰囲気でかっこいいかなと思って、こちらのオーラリーのワイドスラックスを合わせました。こちらもコドナの商品ですね。それから足元はですね、こちらエンダースキーマーのミュールサンダル、使いました。まあこうなんだろうな、今日のスタイル的にあんまり重い靴を合わせるより少し足元に軽さが欲しかったので、まあミュールぐらいのバランスが一番よりこうフェミニンな雰囲気とか引き立つかなと思って、ミュールの、サンダルを合わせてます。で、頭ね、このスタイルに対してちょっとこの髪型だとなんかちょっと浮いちゃうなということで、ハットをちょこんと、乗せてあげて、全体のシルエットのバランス整えて、メガネなしでもね、なんかちょっと雰囲気違うなということで、ヴィンテージの、ポロラルフローレンのメガネを付け足してあげて、まあ、全体のバランスを取ってあげたようなスタイリングになります。この総意のシャツめちゃくちゃ可愛いので結構気に入ってます。ちょっと自分でも今欲しいなっていう風に思ってますということで、今日のスタイリングご紹介させていただきました。ということで本日のコーディネートをご紹介させていただきます。本日のコーディネートの主役はこちらのシャツ、主役に使いました。こちらエレクトリックコテージっていう、藤原博さんが以前やられていたブランド、まあ今フラグメントってブランド藤原博さんやってますけど、その前身の、ブランド、なかなかね古着だと出てこないブランドになるんですけど、エレクトリックコテージのこちらの大ぶりのチェックシャツですね。フランネル素材、白とグレーのチェックで、こんな感じでここの裾の部分にピンクでペインティングされたようなね、ピンクのラインが入ってるちょっと変わり種の、デザインのフランネルシャツ、主役にコーディネート組みました。でパンツ結構いろいろ何で合わせようか悩んだんですけど、まあちょっとこの淡い色合いを活かしたかったので、白とグレーの中間的な色味のこちらですね、まあアッシュベージュとかアッシュグレーって言ったらいいのかな、このくらいの色味のネオンサインさんの、ワイドシルエットのコーディロイパンツを、合わせました。それからまあちょっとこのね、割とグレー系のワントーンの中にこのピンクの差し色があったので、このピンクの差し色を拾って、足元にはこちら、トム・フォードのスニーカーですね、スウェードのものなんですけど、こちらのスニーカーでちょっとこの足元でもこちらのピンクを、色拾ってブロッキングしてあげたような、感じでコーディネートしてあげました。本当はね、頭キャップかぶろうかなと思ってたんですけど、キャップかぶると意外とこのスタイルに対して少し子供っぽい印象になってしまうなと思ったので、あえてキャップはなしで、髪はアップにセットして、ちょっと大人めなストリートな、雰囲気を出してみました。まあ最後にちょっとね、これだとなんかあんま雰囲気出ないなってことで、サングラス差し上げて完成っていう感じですね。こちらのパンツに関してはコドナのオンラインストアで、現在販売しておりますので、もしよければ購入してみてくださいということで、今日のコーディネートをご紹介させていただきました。今日のコーディネートはこちらの、シャツジャケットを主役に使いました。こちらがシーオールっていうドメスティックブランドの、まあ、ちょっとワークミリタリーテイストの、シャツジャケットになります。これがね、なんか素材が珍しくて、レーヨン、あとリネン、シルクっていう、結構リネンにシルク混じってるっていうちょっと独特の素材感で、まあ、この素材感が非常に可愛かったので、結構シンプルめなコーディネートに落とし込もうかなと思って、コーディネート考えました。でインナーはですね、こちらアンユーズドのヘンリーネックの、T シャツ使いました。
まあなんだろうな、なんかこう無地 T でも全然良かったんですけど、まあなんかヘンリーネックをちょっとこのジャケットに対して使いたくて、今無地のヘンリーネックがちょっと手元になかったので、こちらのボーダーを合わせました。まあなんかこうワークジャケットとちょっとヘンリーを合わせてあげると、なんかよりクラシックな雰囲気が出てかっこいいなと思ったのと、このインナーはパンツにタックインしてあげて、よりクラシックな雰囲気演出してあげてます。でパンツはもう結構ね、何回も履いてますけど、サスクワッチの、ワイドスラックス履きました。これね、実は昨日あのこのジャケット使ったコーディネートを組んで撮り直しなんですよ今日。で、あの昨日はネイビーのスラックス合わせてたんだけど、なんかネイビーだとちょっとこのなんつうんだろうな、ブラウンベージュぐらいの色味とコントラストつきすぎちゃって、なんかあんまりこう鏡見た時に良くない、鏡見た時っていうか撮影した時良くないなと思って今日撮り直したんですけど、やっぱりねこんくらいのちょっとチャコールグレーなんですけど、チャコールグレーぐらいの方がなんかこのベージュに対して馴染みがいいなということで、まあ今日はちょっとチャコールグレーのパンツに変えて撮り直してます。で、足元はブーツで、ちょっとねこうやぼったさを演出してあげてっていう感じですね。このニードルスのブーツもね、よく着てるので、まあ説明不要かと思います。あと、今日は最後、いつもねサングラスとかつけてるんですけど、アイウェアこちらのアイバンの、メガネを使いました。ちょっと丸いフレームのね、まあ、これもなんかちょっとクラシックな雰囲気出そうかなと思って、こちらの、メガネをチョイスしてっていう感じで、今日はこんな感じのコーディネートにしました。まあこの本当シャツジャケットをね活かすような割とシンプルなコーディネートにしております。本日のコーディネートはこちらですね、サンシーさんのリネンのシャツジャケットを主役に使いました。まあ結構もう夏の手前ぐらいに買って、あんまり春着れなかったのでちょっと秋に着ようと思って、こちら着ております。で、まあなんかこのリネンの素材非常にかっこいいし、この結構レザーのねディテールだったり、袖のステッチのディテールだったり、まあなんかこう所々ちょっと面白さが詰まったジャケットで、まあ、こちらを、主役に使ってみました。でインナー結構何合わせるか悩んだんですけど、やっぱり今年の秋はちょっと首が詰まってるものよりも空いてるものを、まあ、まだ気温がちょっと暑いっていうのもありますけど、まあけどなんか空いてるものが好みなので、ユニクロさんの、タンクトップでインナーは合わせてます。でパンツどうしようかなと思って、ちょっと色外してもよかったんですけど、今日はなんかワントーンでいきたい気分だったので、こちらですね、ニードルスさんの、ベロアのパンツ合わせました。まあ、なんだろうな、ちょっと色では遊ばないけど素材では遊びたいなと思って、少し重厚感のあるベロア素材の、イージーパンツ合わせて、まあ、少しなんかこう全体的にパンツでアクセントをつけたような、スタイリングになるかなというふうに思います。で足元は、まあ、これもワントーンで揃えたかったのでドクターマーチンの革靴ですね。で、まあ、ちょっとあのこう頭のセットは今日は、ヘルメットヘアにして、サングラス、この間ジーンズで買ったものを合わせて、ちょっとサングラスだけね色のアクセント若干加えてみたいな感じの、コーディネートに落とし込んでみました。まだちょっとね、暑いので、まあ、こんくらいの羽織ぐらいがこの時期はちょうどいいかなって感じですね。はい、ということで今日のコーディネートをご紹介させていただきました。はい、ということで、ウィーク2ということで、今回の秋のコーディネートをご紹介させていただきました。まあね、一応秋のコーディネート早速10スタイル組んでみたんですけど、やっぱり秋服着るのは楽しいですね。やっぱりなんかこう1年を通して一番秋がいろんな服を、着られる季節かなというふうに思います。本当にニット、シャツ、ジャケット、まあそれからもうちょいだったらコートとかも着られますし、本当にね服を着るのが一番楽しい季節なので、まあぜひぜひ皆様も秋の着こなし楽しんでいただければというふうに思います。まあね、ぜひ僕のコーディネートなんかも参考にしていただいて、なんか今後の、お買い物の目星なんかもつけていただけたら嬉しいなというふうに思います。
まあね、こんな感じで秋のスタイル、とりあえず10スタイル、ご紹介させていただきましたけど、まだまだ、コーディネート取りためていろいろと、皆様にご紹介できたらなというふうに思っておりますので、ぜひ次の、コーディネートの動画も楽しみにお待ちいただければと思います。で、今回も、なんかね、好きなコーディネートとかありましたら、よかったらコメント欄で、お聞かせいただけると嬉しいなというふうに思います。何卒よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。あ、で、今回、コーディネートで使ったアイテムで、まあ、お店の商品とかだったり、まあ、あと僕の私物で、まあ、販売も、できる商品もございますので、そちらは概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらぜひ、欲しいアイテムがありましたらぜひ購入していただければと思います。あとお店の方もね、渋谷と原宿の間ぐらいの場所で古着屋さんやっておりますので、もしお近くに足を運んで、まあお近くを通った時はぜひお店の方にも足を運んでいただけると嬉しいです。お店の、情報も概要欄に貼っておきますので、よければぜひお店の方にも足を運んでください。ということで、今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。次回からはいよいよユニクロ U の発売ということで、ユニクロの動画いろいろ上げていきたいと思いますので、お楽しみに。